ご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人があなた様に素直に言えないでいる思いとはというテーマで、お相手の方はあなた様にですね、本当は言いたいけれどもこう言えないでいる思いであったり、そういった出来事っていうのがどういうものなのかっていうのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね、皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から ABC とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのトラストっていうカードで、信頼っていうカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、チェンジっていうカードで、変化というカードになります。こちらが B になります。最後 C のカードです。C はこちらのですね、Blessings っていうカードで、祝福っていうカードになります。こちらが B になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい。それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのトラストというカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に素直に言えないでいることや思いはというテーマで、お相手の方が本当はね、あなた様に言いたいけれども素直に言えないでいる思いや、まあ、そういったことがどういったことなのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様のお二人の現在の状況、現状を見ていきながら、お相手の方があなた様に素直に言えないでいる思いは何なのか、そしてなぜね、それを素直に言えないのかっていうところも見ていきながら、今後はどうしていきたいと思っていらっしゃるのかっていうことですね。お相手の方が考えるあなた様との今後ですね、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにですが、お二人の現在の状況、お相手の方があなた様に素直に言えないでいることや、まあ、思いですね、まあ、それがどういうものなのか、そして、ですね、なぜ素直に言えないのかっていうことですね、こちらも見ていきたいと思います。
ではですね、見ていきましょう。上のカードからですが、お相手の方とあなた様の現在の状況を表すカード、お相手の方ですね、があなた様に素直に言えないでいる思いは何なのか、まあ、そういった出来事は何かっていうことと、なぜ素直に言えないのかということですね。こちらを表すカードになります。では見ていきましょう。はい、ではですね、見ていきます。うん、ちょっと全体のカード見させてください。うん。はい、ではですね、見ていくんですが、うん。まあ、現状のところに、まあ、ラブっていうカードが出ているんですが、まあ、後ほどね、お伝えしていくんですけれども、うん、まあ、素直に言えない思いっていうところも、やっぱり愛に関することではあるのかなとは思うんですが、うん、まあ、それをね、まあ、素直に言えないっていうのは、うん、なんか、うん、なんか、単に恥ずかしいとか、なんかこう、惚れた、方が負けみたいなね、うん、ところがあって、意地でも、好きとかね、愛してるとか言わへんぞみたいなことでもこれまだないのかなと。うん、なんかね、違った理由でその、純粋な気持ちっていうのを言えないでいるみたいなところが出ていて、なので、ちょっとね、このあたり見ていきたいと思います。うん。はい、ではね、ちょっと見ていきましょう。まず上のカードですね。お相手の方とあなた様の現在の状況というところなんですが、まずここが出ております。Love っていうカードですね。愛っていうカード。まあ非常にシンプルなメッセージでもあるんですけれども、まあ愛というのが出ているということなので、お二人の今の関係というのは愛による関係だよということですね。まあ実際にまあお付き合いをね、していらっしゃる方であれば、まあそれはちゃんと愛による関係だよと。ね、あなた様だけがお相手の方に対する愛を持っているのではなく、ね、お相手の方もちゃんと愛を抱いているということですね。だから、お相手の方はなんかこう、下心で付き合ったとか、ね、なんかこう、体目当てで付き合ったとか、そういうわけじゃなくて、ちゃんとお互いに愛を抱いている関係だし、まだお付き合いっていうところになっていなかったとしても、二人は愛によって今引き寄せられている状態なんだよと、うん、いうことですね。うん、だから自分だけが愛を抱いているんじゃないかっていう、そういう心配は、なくていいのかなと思います。お相手の方にも愛があるからこそ、あなた様に近づいてきたり、あなた様と関わったり、あなた様に対しての何か行動をね、うん、起こしているその理由っていうのは、あなた様のことを愛しているからっていうことですね。うん。まずこれが出ていると。ただ、ここからですね、お二人の愛を育てていったり、大きく発展させていくためには、愛に関することだけをやっていればいいっていうことだけではないようです。むしろ愛以外のことを進めていくことで愛が自然にそれに引っ張られて育っていくようになるっていう結果が出ているんですね。そこで他に出ているカードっていうのがこちらになるんですが、このカードですね。ペンタクルのエースっていうカード。これが正位置になっています。うん。このカード、まあ、ペンタクル、まあ、ここでちょっとコインのようには見えないかもしれないですが、本来はま、このコインのようなものがペンタクルになってくるので、このペンタクルっていうのは成果物っていうのを表すカードなんですね。まあ、成果とか結果とか実績とか評価とか成績とか、まあ、数字とか報酬とか収入とか社会的地位とか名声とか、まあ、そういうね、まあ、成果物を表します。うん。で、愛における成果って何かっていうと、例えば実感とか手応えだと思うんですね。愛されているというような実感であったり、愛が育まれているというような手応えであったり、まあそういったね、まああとは何でしょうか、実際に幸せな暮らしを手にするっていうのもこれ成果だと思うんですが、ここからお二人の愛で望んでいる成果を手にするためには、愛以外のことを頑張っていかないとなかなかね進まないよっていうのが出ていて、それがここのカードで表されているんですね。ソードのナイトっていうカードがこれ正位置で出ました。うん。で、このカードが正位置になった時の意味としては、ああですね。
まあ、すごい勢いなんかこう駆け寄っている人がいますけれども、このカードの意味としてはキャリアアップということであったり、収入増ということであったり、あとはですね、改革革命っていうね、ことを表すカードでもあったりします。うん、まあ、あとは有望な人物っていうことも表すカードでもあるんですが、うん、今お二人の愛をね、これ以上先に進めたいのであれば、例えばお仕事ですね、うん、キャリアアップをこう目指していくっていうことが重要だったり、うん、まあ、あとは収入を増やしていくっていうことが次のステージに進んでいくためにはもう欠かせない条件だということであったり、うん、まあ、あとはそうですね、うん、まあ、有望な人物になっていったり、尊敬されるような人物になっていくっていうことが愛の進展につながっていくっていうことだから、うん。だから愛を頑張ればいいというわけじゃない。愛を頑張るって何かっていうと、こんだけ愛しているんだよっていう、その愛する気持ちをアピールするんじゃなくて、うん。まあ、お仕事とかを頑張って生活をもっと豊かにしていったり、自分の状況を変えていったり、環境を変えていったりとかですね。そういったことをした方が愛の進展に直結していくということだから、愛以外のことを今頑張る。今なんだよっていうのがまず出ていたんですね。うん、で、その中で、ですね、お相手の方があなた様に対して素直に言えないでいる思いであったり、まあ出来事っていうのは何かっていうと、まず一つはここですね、エンスーズヤズムっていうのが出ています。うん、これ熱意っていうカードになっているので、お相手の方の中にある熱い思いっていうのを、まあ、言えないでいる。それすなわち先ほどラブっていうのが出ていましたから、愛する気持ちだと思います。うん、だから本当は、ね、まあ何でしょうかね。まあ好きなわけですね、あなた様のことを。うん、でも、なんかそれをこう普段ね、まあ言葉にしてくれなかったりね。うん、言ってくれなかったり、表現してくれなかったりして、あなた様が不安になっているとは思うんだけれども、うん、本当は、まあ素直にね、愛しているんだよと、熱い思いがあるんだよと、うん、これからも一緒にいたいと思っているんだよとかね、一緒になんかこう幸せになっていきたいと思っているとか、なんかそういう熱い思いとかメッセージっていうのを本当はね、うん、素直に言いたい。けれども言えないでいるわけですね。うん。これが一つ。で、もう一つというか、まあもう一つの思うのがあって、まず出来事というところで言うと、素直に言えない出来事はここですね。見ていくとペンタクルの5っていうカードが出ました。まあ先ほどと同じペンタクルのカードなんですが、ここではちょっとこうね、様子が変わってなんかこうすごくなんか落ち込んでいる人が描かれているわけですね。でここでまあこれもペンタクル、これだとまあちょっとこうコインっぽくね見えると思うんですけれども、うん、これも本来は経済的なカードですね。まあ金銭面とか経済面、お金のこととか、まあお仕事キャリアに関するカードで、これぐらい今落ち込んでいるような状況なんですね。だからあんまりうまくいっていないと。うん、実際にこのカードの正位置の意味として、精神的、物質的に困難な状況に陥っていると。まあ物質的っていうのはまあ物ですね。まあお金とかお金で買えるものがまああんまりこうね、まあ。何ですかね、こう、欲しいものも全然買えなかったりね、ちょっと生活も切り詰めていかないとカツカツみたいな、なんかそういう状況にすごくね、自分自身の自信もなくして、こう、落胆しているみたいな。うん。あなた様にはそんな風に見せないように、なんかこう、から元気であったり、ね、大丈夫大丈夫みたいなね。うん。何をこう、心配して聞いても、なんかもう大丈夫大丈夫しか言ってこないかもしれないけれども、実はやっぱ裏では結構苦しんでいるということ。これもね、やっぱりあなた様に、ね、本来は素直に言わなくちゃいけないことなのかもしれないけれども、言えない。言えないプライドがあるわけですね。うん。本当は結構生活が苦しかったり、精神的に苦しいから、本当はあなた様に助けてほしい。ね、ちょっとこう寄り添ってほしい、励ましてほしいっていうのはあるかもしれないけれども、実際になんかそういう甘えを見せたら、何この人みたいな、頼りなとかね、うん、なんかこうそんなことぐらい自分のことぐらいちゃんと自分でせえやみたいなね、なんかそういう風に思われるかもみたいな、まあこれ完全なる被害妄想なんだけれども、なんかそういう風に思っちゃって素直に言えないんでいる出来事もあると、うん、まあそこに引っ張られてもう一つの思いっていうのがカップの9ですね。これ逆位置です。これ正位置の時には大いなる満足を与える。大いなる満足を得るっていうことで、夢が実現したり、願いが叶ったり、物事がね、計画通りに進んだり、まあ、環境が良くなっていくことによって大きな満足を得られるっていうカードなんですが、逆位置になると、ですね、まあ、大きな満足ではなく、不満が残る結果ですね。うん、であって夢を叶えられないとか、夢破れるとかね、失敗するとか、物事が計画通りに進められないということで、今自分自身がそういった経済的、もしくは精神的に、ちょっとこうきつい
状態だから今はあなた様の望むことは何も叶えてあげられないんだっていう本当のこともこれ素直に言えないわけですね。それ言っちゃうとあなた様を本当にこう失望させてしまう、がっかりさせてしまう、悲しませてしまうっていうところがあったり、そういったこう何でしょうかね、不甲斐ない言葉は言いたくないっていうところもあって、うん、素直に言えないでいる思いっていうのはもう一つ、うん、あるというのが出ています。うん、熱意とその思いですね。が素直に言えないでいること。で、そうですね。うん。で、なぜね、それを素直に言えないでいるのかっていうと、まず熱意の方から見ていくと、ここですね、見ていきますが、エンジェル・オブ・ストレングスっていうカードですね。力の天使というカードです。このカードには、自発的、能動的、積極的、積極性とかをね、表すカードでもあるので、お相手の方としては、その自分の中にある熱い思いとか、愛する気持ちっていうのは、自分があなた様に対して何かこう積極的に能動的に動けるようになった時に言いたいっていうのがあるわけですね。いわばちょっとこう自分に波が来ている時ですね。調子がいい時に言いたいわけです。うん。まあそこのなんかこうこだわりとか、まあ、まあなんでしょうかね。そういう主義みたいなこだわりみたいなのが多分あるんだと思うので、まあ前向きな言葉は自分の状況が前向きになっている時に言いたいっていうのがあるから、まだそれが来ていないから言えないでいるっていうのが一つ理由ですね。この熱い気持ちの方で言うと。で、もう一つのちょっとまあネガティブ寄りの方に関しては、まずここですが、このカードですね。ペンタクーの4っていうカード。これが逆位置になっています。このカードがですね、逆位置になった時の意味としては、ですね、まあ不満足な結果っていうことであって、不安定とかですね、あとはまあパートナーとの対立っていうことで、まあそれを言うことでアンスマと、なんかこう、またさらなる対立ですね、っていうものが起こってしまいそうで、それを起こしたくないから今素直に言えないでいるとかね。で、あとは、そうですね。まあ、不満足な結果ね。それを言ってしまうことで、なんかこう、さらにね、あなた様の中での、お相手の方に対する不満を溜めてしまって、なんかいよいよこう、怒りが爆発してね。それでなんかこう、ぶつかってしまったり、一方的になんかこう自分が責められちゃうかも、みたいなね。ところがあって、それを恐れてね、まあちょっとこう、言えないでいるっていうところもあるようです。で、まあ、ここもそうですね。まあ、やっぱり似たようなカードが出ていますが、ワンドのナイトっていうカードですね。これが逆位置で、このカードもですね、もともと正位置の時には前進するということで、まあ、前に進むっていうことであったりだとか、まあ、新たな旅立ちとかですね、まあ、人生の岐路っていうことも表したり、有利な展開っていうことを表すカードもあるんですが、逆位置になると、まあ、不利な展開ですね。今、なんかそういったこう、本心をこう打ち明けても、自分がちょっと不利になってしまう。あなた様にこう、議論で勝てなかったりね、言い負かされてしまうっていうことであったり、なんかこう、もう、ぐうの音も出ないような状況になってしまうとかね、ぐぬぬみたいな感じでね、なんかそういう風になってしまいそうなところもあるから、まあ、いいものも良くないものもちょっとまだ素直に言えないでいるみたいなね。あとはこのカードが逆位置になった時の意味としても失望の多い関係ということで、やっぱりまあなんかこう不甲斐ないところを見せることであなた様から失望されることを相当恐れていらっしゃるんだと思うので、だからまあちょっとこう言えないっていうね、ところがあるようです。はい。ではですね、次にいいですが、お相手の方はまあそういったね、思いを抱きながらあなた様とのね、関係はどうしていきたいと。ね、今後どうしていきたいと思っていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。ではですね、見ていきましょう。お相手の方はあなた様との関係をどうしていきたいのか。はい。ではですね、見ていくんですが、
そうですね。まずは、ここから見ていきますが、ブレイキングトレイルっていうカードが出ました。道を開く。まあ、道を切り開くみたいなことですね。で、このカードの意味としては、ブレイキングスルーイズアッタハンということで、まあ、言えば、まあ、現状突破はもうすぐそこだみたいなことでね。まあ、やっぱりあなた様との関係が、ちょっとこう今、行き詰まっている状態ではあると思うんですね。それをこう、現状突破していきたいと。今の雰囲気とか空気感をこう、打開して、まだね、二人の関係がすごく活気づいてた時、みたいな状況にしていきたいというのがやっぱあるわけですね。だからこのまま、なんかこう、悲しい、エンディングに向かって進んでいくんじゃなくて、もう一回なんかこう、立ち直していきたいとか、立て直していきたいみたいなね。現状突破、ね、現状打破していきたいと、いうふうには思っていらっしゃるっていうのがまず一つなので、なんとかね、盛り返していけたらいいなっていうふうには思っていらっしゃるのと、あとは、ここですね、ちょっと見ていくと、quieting the mind っていうのが出ています。まあ、気持ちを沈めるっていうことで、何かこう、あなた様の中に起こっている、まあ、ある気持ち、感情とかを沈めていきたいと思っていらっしゃる。これは、愛ではないと思います。どちらかというと、まあ、負の感情の方ですね。例えば今、あなた様がお相手の方に対して抱いている、まあ、何でしょうかね。まあ、怒りっていうのもあったり、ストレスっていうのもあったり、不満であったり、心配であったり、不安とかですね。まあ、場合によっては、まあ、嫉妬とかね。まあ、警戒心とか、まあ、あとはまあ、なんだろうかな。まあ、不信感とかもあるかもしれないですね。そういった、まあ、ネガティブな方の感情をこれ沈めていきたいということは、ね、それを沈めて、まあ、例えばあなた様をホッとさせたいとか、安心させられるような状況にしていきたい。それが、その現状打破ですね。で、目指していきたいところ。だからどうやったらあなた様が安心するか、安心してた時の状態では何か、ね、例えば連絡がちゃんと取れていた時とか、定期的に会えていた時とかね、楽しい時間を一緒に過ごすことができていた時とか、あなた様がほっとしていた時間って、まあ、人それぞれこれあると思うんだけれども、その時間をもう一回作り出していきたいと。いうふうに思っていらっしゃるので、このままあなた様を不安にさせていくんじゃなくて、安心させたい、ほっとさせていきたいっていうのもあるようです。あとはここですけれども、ジャスティスっていうカードですね。これ正義っていうカードになります。まあ、正義というカードには、まあ、正しさとかね、冷静さっていうことを表す他にいいですね、判断、決断っていうことを表すカードで、しっかりとね、何かこうあなた様に対して正しい決断をし、あなた様をホッとさせたいっていうことですね。だからまだできていない決断っていうのが多分あるんだと思うんですね。あなた様に対してできていない決断。あなた様を選ぶとか、ね。あなた様を選ぶために何かしなくちゃいけない決断をまだこうね、ずっと保留したまんまだったりとか。あとは何でしょうかね。何かこう、お二人にとっての重要な決断ですね。婚姻届に判を押すとかもそういうのも決断だと思うんですね。まあ何かこう、いろんな決断はあると思うんですが、それをこう、ちゃんとしていって、あなた様をね、穏やかな気持ちにしていくっていうことをしていきたいと思っていらっしゃるようですから、まあこのまま離れていくとかね、なんかこう、関係を終わらせるっていうような未来ではないようです。では、ですね、まあ今後、あなた様の方はね、何を意識していったり、まあお相手の方にどうしていくべきなのかですね、まああとはあなた様自身が今後どうしていくのが良いのかっていうことで、アドバイスのカードも最後見ていきたいと思います。ではですね、見ていきます。お相手の方に向けて、あなた様今後どうしていくべきかとかですね、まあ、あなた様自身が今後どうしていくべきかっていうアドバイスのカードです。はい。ではですね、見ていくと、はい。ちょっと見ていくと、
まず感謝の気持ちっていうのが出ているので、まあそれこそ先ほどねお伝えした通り、今は愛をね、愛の活動をしていくというか、なんかこう別のことを頑張っていった方がいいっていう話があったと思うんですね。だから愛の言葉を送るっていうことが決して愛の進展に直結するものではなかったり、むしろ愛の言葉を発してしまう方が今は良くないね、行動が裏目に出てしまうこともあったりするのかなと思いますから、愛の気持ちとか愛の言葉よりも感謝の気持ちとか感謝の言葉っていうのをお相手の方に述べた方がいいのかなと思います。それが今現時点のことだけじゃなくて、例えば過去のことをもう一回掘り返して改めて感謝の気持ちを言うっていうのもいいと思います。あの時にあのプレゼントしてくれてありがとうね、あれすごく嬉しかったよっていうことであったり、まあ今現状の中でもね、まあすごく忙しい中で、例えばちょっとね連絡を返してくれて本当にありがとうねとか、まあ何かこう、まあ見方を変えればいろいろこうね感謝の気持ちっていうのを伝えられる出来事とかっていうのは、まあ今もあるでしょうし、これまでを振り返った時にもあったと思うんですね。だからそこをまあなんかこう今はピックアップしてね、感謝の気持ち、これだけ感謝しているんだよっていうね、その感謝の気持ちを伝えた方がお相手の方の心を動かすことが多分できると思うので、何かこうお相手の方に発信するものとしては、この感謝の気持ちっていうのをまあ軸にというかね、メインに据えた方がいいのかなとは思います。まあそれ以外で言うと、あとは駆け引きっていうのも出ていて、なんかねちょっとこう駆け引きしたくなっている方もいらっしゃるのかもしれません。例えば自分への気持ちをちょっと試したかったりとかね、まあそれこそお相手の方がねどれぐらいこう、まあ自分を愛しているかとか、まあそれこそなんか他の人にね気持ちが移っていないかどうかっていうことを知るための、まあ駆け引きみたいなね、なんかそういうものを今なんでしょうかね、実行しようとしていらっしゃるかもしれません。でもね、この駆け引きっていうのはしなくていいのかなと思います。するというか、するとあなた様にデメリットが多くなると。いうことで、これなぜかっていうと、次に出ているカードがこれ恐れなんですね。恐れ。あなた様が恐れるようなね、状況であって、あなた様の中での恐れという感情がより大きくなってしまう。例えば、なんだろうかな。まあ、お相手の方のね、気持ちをこう、まあ、測るための駆け引きをして、なんかこう、あなた様のね、想定していなかった、こう、例えば答えとかが返ってくると、それってもしかしてこういうことなのとか、こんな事態がもうすでになっているんじゃないかとかね、もうあなた様の中で恐れという感情を抑えられないぐらいね、大きくなってしまって、その恐れという感情にあなた様が支配されてしまう。だから恐れをなくすために、なんか自分だけがこう、安心するような行動に走ってしまうとかね。なんかすごくね、こう感情に、乗っ取られてしまうっていうところが出ていたりもするので、この駆け引きっていうのは、そうですね。まあ、百害あって一利なしとはちょっと言い過ぎかもしれないけれども、それぐらいちょっとこうあの様に対するデメリットが大きすぎると思うので、しなくていいのかなと。もっとそんななんかこう小難しいことを考えるぐらいだったらば、もうやっぱ感謝の気持ちをシンプルに伝えた方がよっぽどいいよっていうのが出ていましたので、これもね、参考にしていただけますと幸いです。はい。で、最後、選択肢のカードも見ていきます。A ですね。お選びいただいた方のカードはこちらでした。トラストっていうのが出ております。信頼っていうカードになります。で、この信頼というカードにはまあ、いわばオアシスですね。砂漠の中のオアシスっていうのが描かれています。で、オアシス、まあ、砂漠にとってのオアシスっていうのは何かこう憩いの場所ですね。であったり、まあ、くつろげる場所でもあると思うんですが、今あなた様にとって大事なのは何かこう一緒にいたね、なんかこう癒されたり、まあ、あとは心をね、こう落ち着いたりだとか、なんかそういう感情になれる人を信じた方がいいよと。逆に一緒にいてなんかこう落ち着かないなとかね、全然なんかこう癒されないなとかね、そういった人や物ですね、は信頼に、信頼するべきものではないのかなと。だから、その、なんでしょうかね、まあ、人っていうこともそうだし、何かこう、まあ、ものですね。このものを使っていて、あ、本当に自分はなんかこうね、なんかこう、癒されているなとか、効果を実感できるなって、そのものはちょっとね、信じていいけれども、なんか、
違和感感じるけれども、あの人がいいって言ってたから使い続けてるみたいなものがあったとするならば、そのものはやっぱり信じない方がいいと。うん、だから信じるか信じないかの判断基準として、あなた様のまあ心であったり状態が落ち着いたり癒されるかっていうところを基準にして、何を信じて何を信じないかっていうのをこれ決めていかれた方がいいよというのが出ているので、うん、まあこれ人物環境とかいろいろあると思うんですけれども、まあ今後ね、ご自身が何かこうね、大事な決断とか選択をしていく上で重要な判断材料になってくるのかなと思いますので、これも参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、A をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではリクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね、まあ、YouTube ではなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信でもですね、リアルタイムにその場でね、いろんなテーマを占わせていただいているだけでなく、まあライブ配信をしているのはですね、オンラインサロンのみとなりますので、まあ、普段ね、YouTube で話さないことも話しながらざっくばらんに和気あいあいと盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね、解説したコンテンツをお届けしているので、こちらも動画の下の概要欄に詳細記しておりますが、現在は無料でお試しいただける期間も設けておりますので、興味のある方はですね、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのチェンジというカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に素直に言えないでいることや思いとはというテーマで、お相手の方があなた様にですね、素直に言えないでいることはどんなことなのかっていうのを見ていきます。はい。それに際しまして、まずはお二人の現在の状況というのを見ていきながら、お相手の方があなた様に素直に言えないでいる思いや、まあ出来事はどんなことなのか、そして、なぜね、素直に言えないのかっていうところと、今後どうしていきたいと思っていらっしゃるのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずはじめにですが、お相手の方の現在の状況、お相手の方があなた様に素直に言えないでいることや、まあ、思いはどんなことなのか、そして、ですね、なぜ素直に言えないのかっていうところも見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきましょう。お二人の現在の状況を表すカードが上のカードで、お相手の方があなた様に素直に言えないでいることは何なのか、そしてそれがなぜ、ね、素直に、ね、言えないのかということを表すカードです。では見ていきましょう。はい、ちょっと全体のカードを見させてください。なるほどですね。はい、ではちょっと見ていくと、もともとはね、あなた様としてもお相手の方との、まあ、将来であったり未来とかを考えられるぐらいすごくね仲のいい時代っていうのはこれ多分あったと思うんですね。ですがなんかね、そこからいろんな、なんていうかな、事情であったりしがらみであったりですね、そこはなんかこう、まあ絡んできてですね、なかなかこう良かった時の状況を維持できなくなってしまったりしたんじゃないかなと思うんですね。おそらく、なんていうかな、まあお相手の方の、まあなんかこう負担量っていうのが増えてきた中で、あなた様との関係をうまく維持するバランスがね、保てなくなってたのかなというのが出ているので、ちょっとねこのあたり見ていくんですが、まず上のカードからで、お相手の方とあなた様の現状っていうところなんですが、まずまあこれ現状というか、まあ、以前の状態ではあるかなと思うんですが、カップの10っていうカードが出ました。このカードっていうのが正位置の時には非常に人間関係がうまくいっている時のことを表すカードで、愛する人との幸せな暮らし、まあ、愛する人と幸せな暮らしを送ることができているとか、非常にこう良い状態ですから、これ円満な関係とかですね。まあ、あとは一緒にいてこうリラックス、休息ができるような関係性であったり、あとは永続性のあるパートナーシップということで、もう長くね、続いていく、もう安定しているからこそ、もう長く続いていく状態がもうね、完成していたっていうことを表すカードでもあります。で、その中でですね、まあ、もともとはこう、あなた様とお相手の方がお互いを愛し合い、すごくね、幸せを感じられるような暮らし、時間を共に送ることができていたと思うんですが、その時代っていうのが、ここですね、シンプリシティっていうのが出ていて、まあ、シンプルにっていうカードが出ていて、お互いになんかこう、やることがすごくシンプルだったんだと思うんですね。これどういうことかって言いますと、put your energy into the basics and let go of excess ということで、まあ、基本的なものに自分のエネルギーを注いで、まあ、余計なものを排除すると。だから、今と比べてお相手の方も、何でしょうかね。まあ、言い方悪いですけども、なんかそんな忙しくなくて暇だったりだとか、まあ、やることもそんなに多くなくて、まあ、これさえやっておけばいいみたいな、なんかそういうこう、シンプルな状況でもあったと思うんですね。で、あなた様もしかりかなと思うんですね。まあ、今に比べて、まあ、あなた、お相手の方とね、すごくうまくいってた時とか、出会った時っていうのは、今ほどなんかこう、まあ、いろんなものを抱えてなかったりだとか、なんかこう、余暇を楽しめるぐらいの余裕があったりだとかね、非常にシンプルな状態だったところから、このシンプルさっていうのを、シンプルな状況っていうのが変わってきたことにつれて、ちょっとね、二人のこのつながりっていうのが希薄になってきたんじゃないかっていうところが出ていて、それがここなんですね。ペンタクルの8っていうカード、これが正位置で、このカードっていうのはなんかこう目の前のことになんかこう取り組むことがたくさんあってですね、それをこうね、まあ逃げずに、まあ真面目にコツコツと頑張っているということから、真面目な取り組みっていうことであったり、地道な努力っていうことを表すカードでもあるんですが、それ以外にですね、なんかこう具体的な成果を上げるとかですね、まあトレーニングに励むとか、技術の向上とかですね、まあ評価を高めていくっていうことを表すカードで、なんかね、まあ以前はすごくこのやらなくちゃいけないこともシンプルだったのが、もう急にね、やらなくちゃいけないものが増えてしまって、
このすごくね幸せな暮らしを送ることができていた関係を維持できなくなった。シンプルな時にはまあ例えばまあ仕事でも勉強でもそれとあなた妻との関係というのはうまく両立できていたわけですけれども、このやらなくちゃいけないことが多くなってしまったことで、これ両立できなくなってなかなかあなた妻との時間を作れなかったり、あなた妻との時間をせっかく作れたとしても以前のようになんかこう楽しんでいる感じじゃなくて、ちょっとこう疲れてる表情とかね、一緒にいる時になんかこう愚痴がこぼれてくるようになったり、ちょっとこう疲れてる表情を浮かべてきたりとか、ため息が多くなったりとかね、なんかちょっとしたことでイラッとしてなんか舌打ちしてくるとか、なんかこう様子が変わっちゃったと思うんですね。でもそれはあなた様のことがなんか嫌いになったかじゃなくて、もうなんかこうもう本当にね疲労とかストレスフルになってしまうぐらいやらなくちゃいけないことが多くなってしまったことが、二人の雰囲気を今ちょっとこう変えているというような現状なんじゃないかっていうのが出ているんですね。で、その中でですね、お相手の方があなた様に対して素直に言えないでいることっていうのは何かっていうと、まあ今はねちょっとこう、なんだろうかな、まあ以前に比べて楽しんでいる様子であったりね、二人の時間を楽しんでいる様子とか、なんかこうワクワクしているような様子がね見受けられないかもしれないけれども、決してねそれはもうあなた様との関係が嫌になったっていうサインではないようなんですね。というのはどういうことかと言いますと、まずここのカードが見ていくんですが、ソードの10っていうカード、これ正位置になりました。このカードっていうのが正位置になった時の意味としては、試練や逆境ということで、まさにねまあお相手の方、まあもうやらなくちゃいけないことはたくさんドカッとね、もう今押し寄せてきていたりだとか、シンプルだった状態があれもこれもそれもどれもみたいなね、いろいろこうちょっと複雑な状況になってしまっているっていうのが、まあ今回でいうとこの試練や逆境だと思うんですけれども、そういった試練や逆境を直面しつつも、このカードの意味としては絶望的な状況には屈しないと。今ねあなた様との関係を続けるのがちょっとこう絶望的な状況にもなっているかもしれない。だけれどもそれを理由に別にあなた様との関係を諦めたくはないというふうに思っていらっしゃる。この気持ちっていうのはまあ本当は素直に言いたいわけですね。だし、あとはここですけれども、ワンドのクイーンっていうカードもこれ正位置になっていて、このカードも正位置になった時の意味としては成功がもたらされるっていうことであったり、物事が予定通りに進行するっていうことのほか、復権復活っていうカードになります。まあ今回復権復活させるものとしては、まあ以前はね、すごくこう幸せなね、時間を過ごせたり愛をね、こう感じ合いながら、まあ、いわばこう、まあ、イチャイチャすることもあったり、ラブラブすることもあったのかもしれないけれども、今はそういったね、なんかこう、機会が持てなかったり、ちょっともう、スキンシップとかボディタッチとかもちょっと少なくなっているのかもしれないけれども、でもね、また、そういったことをすることができていた状況に復権復活させていきたいと。だからやっぱりこのまま、あなた様との関係を諦めたくないという意思を、まあ本当は、まあ言いたい。のかなと思います。まあそれはね今素直に言えないでいるわけですが、それを言いたいということであったり、まあここですね、フルフィルメントっていうカードも出ていまして、これはまあ充足感っていうことですね。まあ充足感のは充実感、まあ、満たされた思いっていうことを表すカードなので、まあ本当はねもっともっとあなた様を満たしていきたい、今は満たすというよりかはその反対のちょっとこうまあ不足感ですね、物足りなさっていうのを感じさせてしまっていたり、あとはまあ刺激不足なね、状況にしてしまっていたり、まあちょっとこうね、なかなかこう、時間が作らなくて、まあ作ることができなくて、ちょっとほったらかしの状況になり、まああなた様にね、そういう孤独感とかを感じさせてしまっているのかもしれないけれども、またあなた様を自分の力で満たしていきたいっていう思いも持っていらっしゃると。じゃあなんでこの素直な思いをね、今あなた様に言えないのか、素直に言えないのかっていうと、今有言実行できなさそうな状況だからなんですね。ここで見た思いっていうのはちゃんと有言実行したいわけです。あなた様に対して。言ったからにはやる。でも、言ったはいいものの、今それを実現できない可能性の方が高いからまだ素直に言えないわけです。なのでちょっと見ていくと、ここですね、まず見ていきますが、ペンタクルのページっていう、ペンタクルの10ですね、ペンタクルの10というカードの逆位置です。このカードが正位置の時の意味としては、満ち足りた環境、いわば満足のいく環境ですね、
うん、これでよしっていうようなね、自分としても納得ができるような、まあ、環境を手にするとか、繁栄を遂げるということであったり、安定を手にするとか、平和と安らぎであったり、生活力、経済力を手にするっていうことを表すカードになります。いわば生活力、経済力を手にして、もうこれでよし、ね、この先も大丈夫だと、こう、そう思えるようなね、うん、環境を手にしている状況っていうのを表すんですが、逆位置になると、まだね、まあその自分が安心できるほどのものが手に入れることができていなくて、成り行きに不安があると、うん、いうことであったり、まあ住居や人間関係の悩みを抱えていると、うん、いうことであったり、何かこうトラブルが発生しているっていうことも表すカードで、それにより自分自身の現在の状況さえも維持するのが困難になっているという状態なんですね。うん、だから今ね、自分のまあ例えばトラブル解決に手一杯な中で、例えばあなた様をまあなのかな、幸せにするからねとかね、満たしていくからねみたいなことを言っても、結局あなた様との時間を作れなくて、あの言葉何だったのと、出まかせで言ったんですかみたいなことになり得るから、今有言不実行な状況でもあるので、まだこの素直な気持ちっていうのを言えないわけです。うん、まあ、住居とか人間関係の悩みっていうことですから、今のお住まいに関することですね。まあなんでしょうかね、例えばまあ同居人の人がまあなかなかこう出て行ってくれないというところであったり、まあ相続のことどうするのかとかですね、あとは何でしょうかね、まあ家賃のね、ことで、まあ家賃の滞納っていうのももしかしたらあるのかもしれません。あるいはまあ人間関係の悩みっていうことですから、例えば職場の人とのね関係がこううまくいっていなくて、もう転職を考えようと思ってるんだけども、ちょっとこうね、なかなか転職先が見つかるわけでもないし、どうしようとかね、まあ、転職に伴って、まあ、その引っ越し先どうするかとかねを考えていたりとかね、もしかしたら何かこうね、まあ、転勤とか転属の事例が出ていて、今後ねもしかしたらあなた様とねこう離れたところに住むかもしれないっていう中で、幸せにしていくからねなんて言っても、離れているのにどうやって幸せにするのみたいなねことがあったりするので、だからまあそういったところでまだねこう言えないところがあったり、今それを言うことが逆にね、期待を持たせてそれを実現できなかった時の、まあ、反発を招いてしまうんじゃないかっていうのが出ていて、エンプレスっていうカードですね。これ女帝っていうカードが逆位置です。女帝っていうカードはもともと正位置の時に愛とか愛情を表すカードになります。ですので、これが正位置の時には愛に溢れた暮らしとか、愛に満ちた生活ということで、まあカップの10とちょっと近い意味になるんですけれども、逆位置になるとですね、満たされない心っていうことであったり、愛情問題におけるトラブルっていうことを表すカードで、今満たすみたいなことを言っても、実際には満たせない確率の方が高いから、満たせない心をあなた様に蓄積させてしまうことで、あなた様との間でのトラブルですね、を起こしてしまう可能性の方が高いから、まだ素直な気持ちっていうのを言えないと、いうところがあるようですね。で、ここなんですけれども、大天使アリエルっていうカードが出ています。このカードの意味としては、親密さ、創造性ということで、創造性っていうのはまあ作り出すっていう意味を持ちますので、まあ親密な関係を作り出したいっていう思いはあるんだけれども、実際に作り出せるようになってからやっぱ言いたいんだと思うんですね。まだあなた様との親密な関係、親密になるための時間とかを作り出せない間には、無茶して言う必要もないと言ってちょっと語弊があるけれども、むしろその言葉がね逆に先走って言ってしまうことの方が良くないんじゃないかということで、ちゃんとねそういったこう愛を感じられるような時を作れるようになった時に、まあ時とか環境ですねを作り出せるなと確信が持てた時に、あなた様にね素直な思いを言いたいから、まだ言えないでいるということですね。ではですね、お相手の方はあなた様との関係を今後どうしていきたいと思っていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。
ではですね、見ていきましょう。お相手の方はあなた様との今後をどうしていきたいと思っていらっしゃるのかっていうカードです。はい、そうですね、まあちょっとこういろいろね、お二人の間での計画はずれてしまったところがあるかもしれないけれども、なんかその計画のずれをもね、楽しみながら最終的にはまあゴールにたどり着きたいと、いうふうに思っていらっしゃるところが出ていて、どういうことかって言いますと、まずここのカードが出ていて、ワンダリングパスっていうカードが出ました。曲がりくねった道っていうカードになります。でこのカードには、なんかこう地図をね、見ている、まあ、動物みたいなのが描かれていると思うんですけれども、本来、なんかこうね、スタート地点とゴール地点があって、計画していたルートっていうのがあったわけなんですが、その計画していたルートがちょっとこう進めなくなってしまったと。だからちょっとこう、迂回しなきゃいけない。回り道をね、こう進んでいかなくちゃいけない中で、どの回り道がじゃあ最短でね、こうつけるかなっていうことをこう考えているわけなんですけれども、本来進むべき道ではなかったとしても、そのね、回りくねった道っていうのを進んでいく、その旅をもですね、これエンジョイザジャーニーっていうのが出ていて、旅を楽しむっていうことで、まあこう計画通りに行かないルートにはなるけれども、そのね、違ったルートをこう進んでいく旅をもこう楽しんでいきたい。だから本来の当初では、本来の当初ですね、本来の計画ではね、例えばあなた様とお相手の方との中で、例えばですよ、交際1年間続けたらもう結婚するみたいな計画があった中で、今ちょっとそれがね、こうずれてしまったところもあると思うんですね。あるいはこれぐらい交際して同棲するとか、何かいろいろ計画があったと思うので、これはご自身のね、計画に合わせていただきたいんですが、その計画とずれてしまったと。ただずれてしまったとて、それでじゃあもう諦めるじゃなくて、じゃあずれてしまったずれてしまったで違うね、計画を立て直したり、違うルートでこれから進めていくわけだけども、そこも一緒にこう楽しみながら、最終的にちょっとこうね、本来のと計画とはゴールにたどり着く時間は遅れるかもしれないけれども、やっぱ最終的には2人がね、目指したこのゴール地点にはたどり着きたいと思っていらっしゃる。だから、まあ今は今でね、ちょっとこう楽しんだり、今はこう今の状況に合わせた臨機応変なね、対応していきながら、今のこうなかなか進めない状況を乗り越えて、またね、こう進められるような状況になったら、こう手を取り合いゴールを目指していこうじゃないかと。そういうね、お気持ちでいらっしゃるということですね。だから、しっかりと今は親密な関係を作り出せるような、何でしょうかね、作り出せるように今頑張っていらっしゃるわけですね。あとはストレングスっていうカードが出ました。力っていうカードになります。まあ力っていうカードには、これね、心の強さっていうのを表すカードになりますね。心の力の方ですね。あのマッスルの方じゃなくて。なので、まあそういったね、まあちょっとこう計画とはね、ずれてしまったけれども、ここからね、ゴールにたどり着くためにはかなりの、まあ、精神力もいるということで、しっかりとね、自分自身が精神力をこう鍛えていってね、まあどちらかというとあなた様をこう引っ張っていけるようにしていきたいっていうのも思っていらっしゃる。計画ずれたのはお前のせいだみたいな感じでね、あなた様のせいにして自分は悪くないっていう風にするんじゃなくて、まあ計画からずれてしまったのは自分の責任であるから、ちゃんとこうね、心をもっとタフにして、なんとかこの状況から軌道修正をしていけるような精神力っていうのを身につけていかなきゃなと、いう風にも思っていらっしゃるので、やっぱりあなた様を引っ張り続けていくっていうことは考えていらっしゃると。で、なんだかんだね、ちょっとこう、計画とかね、戦略からはずれてしまったけれども、ディープブレスっていうのはですね、これ深呼吸、深い呼吸っていうことで、深呼吸できるときってどういうときかっていうと、まあ心を落ち着かせるときとかね、なんかこう、ほっとしたときでもあると思うんですが、まあ当初の計画とずれてしまって、ちょっと焦っているところもあるけれども、ちゃんと自分をね、落ち着けて、パニックにならずにですね、今できることをこう、冷静に淡々とやりながら、あの様をゴールにね、導いていきたいっていうふうには思っていらっしゃるようなので、まあそういった形でね、この先もあの様と歩んでいくっていう方向で、先のことは考えていらっしゃるようです。では、ですね、ここまでお相手の方について見ていきましたが、最後ですね、あなた様はお相手の方にどうしていくべきなのかとかね、あなた様自身について気をつけていくべきことは何かっていうのを見ていきたいと思います。では、アドバイスカードを引かせていただきます。
はい、ではですね、見ていきます。お相手の方に対してアンサマはどうしていくべきかとかですね、アンサマ自身が今後どうしていくべきかっていうアドバイスのカードです。はい、ではちょっと見ていくと、なるほど。過去の傷を癒すっていうのが出ているんですね。だから、もしお相手の方に今も引きずるぐらいの、なんかこう過去の傷ですね。まあトラウマ的なものであったり、まあ恋愛による傷っていうことかもしれないですけれども、その傷を負っていらっしゃる方なんだったらば、まずはその傷を治していくっていうことを手伝ってあげた方がいいと思います。じゃないと、あなた様との関係に対する、まあ、決断であったり、行動を起こすってことは、なかなかこうできないままになってしまうっていうところがあるので、まずそういう傷を負っていらっしゃる方なんだったら、傷の治癒を手伝ってあげる。まあ、例えば心のリハビリを手伝ってあげたり、まあ、ちょっとこうね、過去に何かしらの傷を負って自分に自信を持てなくなっているんだったらば、自信をつけさせるために、例えばまあ、お相手の方のことをあなた様だけはどんな時も認めてあげたり、ちょっと自尊心を高めてあげたりね、ここの、なんかかっこいいねとかすごいねだけじゃなくて、あなたのこうこうこういうところのこういうところがすごいと思うっていう、なんかこう具体的なところをこう提示して、自尊心高めてあげて傷を癒してあげるとかね、そういったこともすごく大事なのかなと思うし、あるいはあなた様の方に過去からこう今に続く傷ですね、過去に例えば裏切られた経験があって今もそれを引きずってきて、どうしてもそんなことはないと思ってるんだけれども、お相手の方もなんか裏切ってくるんじゃないかなとかね、そういうふうに思ってしまってるんだったら、まずはあなた様のこの過去の傷をこう癒していくとかね。それもすごく大事になってくるので、だからこの次に出てるのが回復力なんですね。回復力を高めてあげるっていうのが大事。過去の傷をね。まあもちろんね、あなた様に過去の傷があるんだったら、お相手の方にもね、そのあなた様の過去の傷を癒すのを手伝ってほしいところはあると思うんですけれども、まあ、今回あなた様の目線で出たカードですから、自分の過去の傷をまず癒していく、もしくは、まあ、お相手の方の過去の傷っていうのをこう回復する手伝いをしてあげた方がいい。これが恋の進展にかなり結びついてくるというのがまず出ていました。あとはですね、こちらのカードですけれども、まあ、一人きりになるっていうことですね。一人きりになる時間もすごく大事なようです。だから、お相手の方に一人きりになる時間を与えるっていうことですね。むしろそこはお相手の方を信頼して、一人の時間というのを与えてあげた方が、うまくいくようになったりね。あなた様に対する、気持ちとか、考えとかも、まあ、前向きになってきたり、まあ、あなた様自身も一人きりのね、時間を過ごすことで、例えば自分を見直してみたりね。まあ今の自分の課題は何かっていうのをね、見つめ直してみたりいいとかね。まあ一人の時間の中で別に何をしてもいいと思うんですね。好きなことをしてもいいし、まあ一人のきりの時間で例えば、まあお友達と会うとかでもいいと思うんですね。だからまあ一人の時間っていうのもお互いに確保し合っていくっていうことも大事なのかなと。常に一緒じゃなきゃ嫌だっていうね、そこの考えにこだわっている方が逆にうまくいかなくなってしまうっていうところがあると思いますので、これもね、参考にしていただければなと思います。はい。で、A はですね、次にこちらのカードですが、選択肢のカードですね、B をお選びいただいた方のカードはこちらで、チェンジっていうのが出ました。チェンジですね。今、あなた様としては何かをチェンジしていくことが必要なわけですけれども、なんかこう、気球にね、くくられた、まあ、馬が暗いところから明るいところにこう移り変わっていっている通り、暗いものを明るいものに変えていくチェンジっていうのが大事なようです。それこそちょっとこう、あなた様自身がね、まあ最近こう暗くなっていてですね、まあちょっとこう暗い発言ですね、私なんて、俺なんてとか、どうせ無理だしとかね、やっても無駄でしょうとかね、もう限界やってとか、可能性ないってとかね、なんかそういうこう暗く、聞いてる側もね、暗くなるような言葉を発してしまっているんだったらば、それをポジティブな言葉に変換していくとかね、明るい発言とかね、明るい表情をなるべく浮かべるように変えていくとかですね。まああるいはちょっとこうね、まあ気分が沈んでいたからこそ、ちょっとお部屋のね、明るさとかもちょっとこう暗くなっているのであれば、ちょっとこう明るくしていく。まあ電気をね、まあつけるっていうのはそうなんだけれども、なんかこう、
なんでしょうかね。まあ、お家に配置しているものも、まあ、これデザインとかね、好みもありますから、無理に変えなくていいんだけれども、例えば、まあ、ちょっとこう、全部を変えなくても、例えばもう白と黒ばっかりなところに、なんかちょっと差し色で明るい色のものをね、取り入れてみるとか、それ洋服とかでもそうだと思うんですね。まあ、髪色とかもね、暗いものから明るいものに変えてみてもいいと思います。その変化があなた様に幸せを運んでくれるということを伝えてくれてもいるので、なんかそういう変化をちょっと自分に起こしていくっていうことがすごく大事なようですから、うん、これもね、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在ですね、オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではですね、リクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね、まあ、YouTube ではなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信でもですね、リアルタイムでその場でいろんなテーマを占わせていただいているだけでなく、まあ、ライブ配信はね、このオンラインサロンのみとなっておりますので、まあ、普段ね、YouTube で話さないことも話しながら、ざっくばらんに分け合いあいとですね、盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね、解説したコンテンツはもうお届けしているので、こちらもですね、動画の下の概要欄に詳細記しておりますが、現在は無料でお試しいただける期間も設けておりますので、興味のある方はですね、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのブレッシングスっていうカードもしくはですね、C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に素直に言えないでいることや思いはというテーマで、お相手の方はね、あなた様に対してどんなことを素直に言えないでいるのかっていうのを見ていきます。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方ですね、あなた様の現在の状況っていうのを見ていきながら、お相手の方があなた様に対してですね、素直に言えないでいることは何なのか、そしてなぜ素直に言えないのかということと、お相手の方はあなた様と今後どうしていきたいのかっていうのを見ていきます。はい、ではですね、まずはじめにお二人の現状、お相手の方が素直に言えないでいることや思いは何なのか、そして、なぜね、素直に言えないのかっていうところから見ていきたいと思います。ではですね、見ていきます。上のカードから、こちらがお相手の方とあなた様の現在の状況を表すカード、お相手の方があなた様に素直に言えないでいることは何なのか、そして、なぜね、素直に言えないのかっていうことを表すカードになります。
はい、ではですね、早速見ていきましょう。ではですね、見ていくんですが、全体を見させていただくと、はい。ではですね、見ていくんですが、今ですね、まず現状のところを見たときに、ちょっとお二人の関係止まっていると思うんですね。でも、お相手の方は、決して、なんていうかな、あなた様を、責めずですね、いや、こっちが悪いからとかね、こっちのせいだからっていうような感じでおっしゃっていると。いうところがあるんですが、それが本当なのかなと。本当はなんか、俺に対してのなんか不満がありつつも、それが言えなくて、ね、隠していて、でも不満に思ってるから関係を止めてるのかなって思っちゃうような状況だと思うんですが、本当に、そこは、なくて、実際にお相手の方が本当に今、あの様との関係を動かせない状況になっていると思うんですね。それがなんか素直な思いを言えない状況でも、状況にもつながっているっていうのは出ているので、ちょっとこのあたりですね、見ていきたいと思います。はい。ではですね、まず上のカードからで、お相手の方とあの様の現在の状況っていうところの中に、まずここが出たんですね。ワンドのキングっていうカードが逆位置です。このカードが逆位置になった時の意味としては、孤独な戦いっていうことであったり、孤軍奮闘っていうことを表すほか、現状ですね、現状を維持するのに苦労すると。現状を維持することさえもちょっと困難であるっていうことであったり、やらなければいけないことに追われているっていうカードになります。で、実際にね、お相手の方、ですね。何かやらなければいけないことが次から次へとやってきて、もうそれに本当に追われているんですね。しかもそれが孤軍奮闘、孤独な戦いっていうことですから、お相手の方以外に手伝ってくれる人がいれば、それを分担できて、なんとかね、余裕もできるのかもしれないですけども、周りに使えるような人がいなかったり、助けてくれるような人がいなくて、全部お相手の方が引き受けて、それでなんとかやらなければいけないことを次から次、はい、みたいな感じで、もうやり続けている。その分、やっぱり時間の消耗が激しかったり、時間が作れなかったり、体力の消耗も激しくて、あの様とのデートとかに望めないみたいなね。ちょっともう疲れ、切ってしまっているから、ちょっと休みの日は、ちょっと一日中ちょっと寝させてとか休ませてとかね、ごめんね、またなんかこういうな、休んでばっかりで、二人の時間作れなくてとかね、なんかそういう感じで今二人の関係が今止まっていると思うんですね。で、その止まっている理由っていうのも、こっちがちょっとね、うまくやれてないからとかね、ちょっとこっちが、ヘトヘトで、二人の時間を作れていないだけで、別に、あなたに何かがあるわけではないからね、そこは心配しないでいいからねとか、そういうことを言ってくれている状況だと思うんですが、その言葉をどこかやっぱあの様も素直に受け取れない。本当はもう嫌になったから、会おうとしてくれていないのかなとか、多分そういうふうに勘ぐっちゃうような状況だと思うんですが、本当に忙しい状況のようなんですね。それで二人の関係が止まっていると。で、just be yourself っていうのが出ていて、ありのままの自分でっていうことで、お相手の方もね、別にあなた様は何も悪くないから、今はね、ありのままのあなたでいてねと、別に何か気にして自分を変えたりしなくていいからねとかね、自分の好きなことを今、思うがままにやってくれていいからね、みたいな。だから決して、なんだろうかな、あなた様を責めるみたいなことはおっしゃっていないのかなと。逆にでもそれが、むしろむずがゆいというか、本当に思っていることがあるんだったら言ってほしいなって思っちゃうぐらい、お相手の方は決してあの様に何も悪いことは言ってきていないっていうね、
ことなんですが、まあそれは本当に本心なのかなとは思います。で、ここをですね、ちょっと次見ていくと、マジシャン、魔術師っていうカードですね。魔術師というのは、まあ、いわば魔法を使う人になります。魔法の力を使うことによって望みを叶えたり、現実を変えたり、物事をね、まあ、計画通りに進める力を持っている人がいる通り、もう本当にね、このように魔術師みたいな人がいるんだったらば、もうその人に依頼したいぐらい、なんかこう、二人の現状を変えたい状態だと思うんですね。ということは、同じ状態がずっと続いているんだと思います。会えない日がずっと続いていたりとかね。会えてもなんか少しの時間しか会えない状況が続いていたりだとか、連絡も以前はすごくねこう続いていたのが今はなんかこうポツポツポツとかしか来ないような状況が続いていたりとかね、だからその流れをもう変えたいんだけども変えられないぐらい同じ状況がずっと続いているから、もう本当にね、まあなんかこうハリーポッターみたいな人がいるんだったらば、もうその人にお願いしてなんとかこの状況を変えてくださいって言いたくなるようなぐらい、ちょっと同じサイクルを繰り返しているっていう現状なのかなと思うんですが、その中でお相手の方がですね、あなた様に素直に言えないでいる思いっていうのは何かっていうと、まあ同じようなカードが2枚出ているんですが、まず1つ目、ワールドっていうカードですね。これ世界というカードが出ました。世界というカードには理想の世界を作り上げるっていうことで、夢や理想の実現っていうことであったり、まあ理想を完成させるとかね、完結させるとか、目標を達成するとか、制限、制約からの囚われ、制限や囚われからの解放ですね。であったりいいですね、歓喜の瞬間を迎えるとか、最善の状態ということで、この制限や囚われから解放されることを望んでもいらっしゃるわけですね。それは後ほどね、素直に言えないでいる理由のところにもこれ関わってくるんですが、まあそれ以外で言うと、まあ夢や理想の実現ということがありましたから、あなた様と何かこう夢の暮らし、理想の愛とか、なんか理想の人生を送りたいという気持ちは今も持っていらっしゃる。あなた様とじゃないと理想は叶えられないっていう思いを持っていらっしゃるわけですね。で、もう一つのカードっていうのがここになりまして、ワンドの9というカード、これ正位置です。このカードが正位置の意味としても、成功という名のゴールを目指すということであったり、達成感っていうことを表したり、最善を尽くすとかですね、まあ、クライマックスっていうことも表すんですが、やっぱり一度目指したゴールっていうのは途中リタイアするんじゃなくて、やっぱり最後のゴールテープを切るまで進んでいきたい、ゴールを目指していきたいっていう気持ちですね。だからあなた様とゴールを目指す気持ちにはこれブレは生じていないということです。その気持ちが今もね一貫してあるよと、いうことも本当は素直に言いたいわけです。まあこれも素直に言えない理由があるわけなので、ちょっとそれを後ほど見ていくとして、あとはですね、イマージングっていうカードが出ています。まあ、イマージングは出現するとかね、現れる、頭角を表すみたいな感じで、なんかこう、ニョキッとね、こう、飛び出して、なんか太陽をガシッと掴んでいますけれども、なんでしょうかね、もう、それこそお相手の方からすると、あなた様っていうのはもう抜きんでた存在なんですね。なんかこうすぐになんかこう代わりがね見つかるような人ではなくて、もう他の人たちから見てももう抜きんで突出している存在だから、だからやっぱりあなた様と理想を叶えたいっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。それぐらいやっぱり特別な存在として見ているよっていうこともこれ、まあ素直に本当は言いたいんだと思うんだけれども、じゃあなぜねそれをこう言えないでいるのか、素直に言えないのかっていうところでちょっと見ていくんですが、まず一つが、ここですね、見ていくと、アタッチメントっていうカードが出ました。これ、過去からの縛りっていうカードでして、過去から現在において何かに縛られていたり、囚われている人っていうのが描かれています。その囚われている様子っていうのが、なんかこう、牢屋みたいなところにこう閉じ込められていて、そこから逃げないように鎖でもね、繋ぎ止められている様子として描かれているんですが、実際に何かに閉じ込められているようなんですね、今、お相手の方。閉じ込められているから素直な思いが言えない、あるいは逃げないように監視されているから言えない、
だから制限とか囚われからの解放っていうのはありましたよね。自由さえ手に入れればもう素直な気持ちを言えるのに、自由に慣れていないから素直な思いも言えないわけです、うん、例えばまあそれこそまあなんかねこう複雑な恋愛だったとするならば、本当はあの妻との、ね、恋に進みたいんだけれども、今あるパートナーの方との関係からなかなか抜け出せない状況の時に、ね、理想を叶えたいとか言っても、結局ここから抜け出してないっていうことは、じゃあ今いるパートナーの人の方が大事なんでしょっていうふうに思われてしまって、うん、せっかくの言葉っていうのもあの様にねこう受け取ってもらえないっていうところがあるから、やっぱりここを抜け出した後に素直に言いたいわけですね。でもまだそこから抜け出すこの脱出というか脱獄っていうのがなかなかやっぱこう難しいところがあるので、うん、まだ素直に言えないでいる、うん、だからこっからね飛び出すことができれば、自由を得れば、もうその何のためらいもなく言いたいわけですけども、この状況にあるから言えないっていうことですね。うん、で、あとはこのカードもそうです、うん、こちらのカードは死神っていうカードですね、が逆位置になっています。死神っていうカードは本来正位置の時にはですね、何かを終わらせに来る存在ですから、何かを終わらせるとか断ち切るとか、まあ、見切りをつけるとか決着をつける、けじめをつける、白黒をつけるっていうことを表すカードになりますが、逆位置になるとなかなかまだこう白黒をつけられていない、グレーゾーンの状態っていうことであったり、終わらせなければいけないと頭では分かっているけれども、なかなか実際には終わらせることができていない状況を表します。だから本来なんかこう何かを終わらせてあなた様との関係に進むとか、何かを終わらせてあなた様に素直な思いを言いたいっていうところがあるんだけれども、終わらせるべきものが全然こう終わらせることができていないんですね。断ち切りたい縁の人も断ち切ることができていないとか、まあ縁だけじゃなくて何か終わらせなければいけないものを終わらせることができていない。うん。そこはなんかこう未練があるというよりかは、なんて言うんでしょうかね。まあ情が残っているっていうことも考えられますし、まあ人だけでなかったとしても、なんかその今こう終わらせてしまうのがすごくタイミング悪くて、例えば何だろうかな、すごく今終わらせてしまうと、自分だけならまだしも、あなた様には何かこう損失とか損害とかが発生してしまう可能性があるから、なかなかこう終わらせ時をね、見つけることができなくて、結局こう囚われっぱなしであなた様にね素直な思いが言えないでいるみたいな、まあそういう状況だから今素直に言えないでいるようです、うん、で、あとはこちらですけれども、はい、カップのエースっていうカード、これ正位置です。まあカップの中にハートがね描かれていますけれども、まあこのカップっていうのはね、愛を表す象徴になるということから、愛とか恋愛っていうことを表すカードであったり、まああとはですね、幸せなひとときっていうことのほか、好スタートを切ると、だから良いスタートを切りたいわけです。うん、素直な思いを伝えるときっていうのは、もう素直な気持ちを伝えて、あなた様とはもうスタートダッシュからいい感じで二人の関係を進めていきたいっていうのがあるわけですね。うん。でも今はまだ好スタートを切れるような、まあ状況でもないし、環境でもないし、タイミングでもないし、もうどれも揃っていないわけですね。うん。だからまだ素直な気持ちをこう言うタイミングではないっていうことで、素直に言えないでいるというのがあるようです。うん。ではですね、次にいいですが、お相手の方はあなた様と今後どうしていきたいと思っていらっしゃるのかっていうのをね、次に見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきましょう。お相手の方はあなた様との今後どうしていきたいと思っていらっしゃるのかっていうカードになります。では見ていきます。うん、うん、なるほど。
ですね、見ていくと、まず一つは危ない橋は渡りたくないっていうところがあるようです。もう一つは、まあ安全な橋になったら進めていきたいというか、なんかね、お相手の方が関わっていらっしゃる世界を、まあ、牛耳れたりコントロールできるようになってから安全な状態でやっぱりあなた様との関係を進めていきたいっていうのがあるようです。なのでちょっとこのあたり見ていくんですが、このカードですね、ナローパスウェイというカードで、狭き道っていうねカードになっていて、まさになんかこうもう細くてね、もう風にもビュン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 ね、こう振り回されているようなこの橋があるわけですね。まあこれがいわゆる、まあ、細くて、まあちょっと渡るのが危険な橋なわけですね。だからまあこういった危ない橋を渡るような状況の時にはあなた様との関係はなるべくやっぱ進めたくはないと、まあリスクっていうのはやっぱこう増やしたくなかったり、危険を負ってまでこう進めるべきではないんじゃないかと。それはなんかこう危険を負ってまで進めることが真の愛じゃなくて、ちゃんと安全な状況を作り出すことの方が真実の愛なんじゃないかということで、だからこそこの危ない橋を渡るような時には進めたくない。せめて風が収まった時とか、もっと安全な橋を見つけた時とかね、その時に進めていきたいっていう中で、じゃあこのね危ない橋を安全な橋にね変えていくためにはどうしたらいいかっていうと、キャリアっていうのが出たんですね。キャリアを伸ばしていくことが安全な橋を渡ることにつながると考えていらっしゃるようです。ここでは木が描かれています。木というのはこれすくすくと成長していくっていうことから、これ成長の象徴なんですね。だからキャリアという木を今育てていきたいと思っていらっしゃるわけです。で、それが育っていけばいくほど、まあ、例えば収入が上がったり、収入が安定したり、将来性が出てきたり、出世して偉くなったりね、権力を手にしたりとか、なんでしょうかね、まあ、あとはまあそれなりのね、やっぱりこう経済的な不安がなくなった時とか、そうなればこんなね危ない橋を渡らなくて済むから、まずはこうねキャリアを伸ばしていって、それこそ自由を手にするためにもキャリアを伸ばしていってお金が必要になってくるのかもしれないから、まずは自由を得るためにもキャリアをこう伸ばしていこうと。で、キャリアという木を伸ばしていって、ここですね、Feeling the World っていうのが出ているんですが、世界を感じるっていうことですが、まあ、いわば世界を自分の、まあ、手中に収めているわけですね。だから、まあ、世界を牛耳るとか、世界を支配するとか、コントロールするっていうことで、自分が、まあ、やっぱり今よりもこうね、もっと出世していったり、偉くなっていけば、まあ、世界をね、こう、操られる側から操る側にはなっていけるわけですよね。支配される側から支配する側になっていけるわけです。そうなった時に、危険因子っていうのをこれなくすことができますから、安全な状態であなた様との関係を進めていきたいということで、だからリスクを負って、進めていくんじゃなくて、なるべくリスクを少なくした状況であなた様との関係を、まあ、より進めていきたい。まあ、それこそ、まあ、あなた様との理想を完成させていきたいみたいなね、ことを思っていらっしゃるようなので、まあ、そういう計画を今持っていらっしゃるようです。はい。では、最後ですね。あなた様自身は今後どうしていくべきなのか。まあ、ここまではね、お相手の方のことを中心に見ていきましたが、あなた様自身としては今後お相手の方にどうするべきかとか、あなた様自身に対して何をするべきかなどですね、まあ、アドバイスのカードも見ていきたいと思います。ではですね、見ていきます。今後あなた様としてはどうしていくべきなのかということで、あなた様に向けたアドバイスのカードになります。はい、ではですね、この3枚が出ておりますのでちょっと見ていきます。まず1つ目、安全な場所っていうカードが出ました。今あなた様にとって大事なのは安全な場所に身を置くっていうことであったり、まあ、身を潜めるっていうことであったり、
っていうわけがないのかもしれないですが、まあ安全な場所でやっぱ過ごした方がいいよということですね。特にお相手の方との関係においては何かしらのリスクを含んでいるような関係なのかもしれません。うん。で、その、まあ、リスクが今高くなっている時とか、なんかこう危険なことが起こりそうだなっていう時に無茶してね、お相手の方との距離を詰めようとしたり、危ない橋を渡ろうとするんじゃなくて、そういった時は、あ、もう危ない、なんかが起こる前に、ちょっとこう安全なところに身を置こうということで、そういった危機管理ですね。うん。をちゃんと持つっていうことは、これ大事になってくると思います。うん。そこの危機管理をちゃんとしないと、自らが、お相手の方との関係が発展していく可能性を潰してしまうっていうことにもなり得るので、うん、しっかりとね、安全な場所に過ごすタイミングというのを見極めていくということ。そして宇宙というのも出ています。これはどちらかというとあなた様に起こることかなと思うんですが、まあ宇宙からのサインがあると、うん、いうことですね。うん。宇宙から地球にいるあなた様に向けた何かサインが送られる。例えば、そうですね。なんかこう不思議な現象が起こったり、最近なんかこう同じね、数字とかをよく見るとかですね。うん、なんかこう同じ夢をこう繰り返してみるとか。うん、何かしら宇宙からのこうサインがあった時には、うん、それをこう見落とさないようにしていくということですね。例えば同じ夢をこうね、何回も見るってなった時には、ちょっとそれをね、ネットとか調べてみて、こういう夢を見るときに、あ、こういうサインなんだっていうことで、そこのね、サインに従った、そういう時にはこういうふうにしましょうみたいなね。うん。それでこう、サインを受けて、何かこう自分に対する行動をしていった方がいいということですね。うん。あとは、心を開くっていうのも、これ重要で、いつ何時も自分から心を開けば、相手の方も心を開いてくれるというよりかは、心を開くタイミングっていうのがすごく大事になってくるんだと思います。うん。それこそ、お相手の方も、安心できるような状況だったら、ちゃんとあなた様に心を開いてくれると思います。でも、ちょっとやっぱこう、危険な時とか、リスクが高い時には、いくらあなた様が、ほら、私はこれ、開いてますよってね、扉開いても、なかなか開いてくれなくて、逆にあなた様が悲しい思いをしてしまうっていうところがあると思いますから、うん。いや、そういうところを踏まえると、うん、やっぱりこう、心を開くタイミングがね、うん、大事。お相手の方の立場にも立ってみて、うん、いや今だったらなんかこうね、大丈夫かなっていう時にこう心を開くと、お相手の方もちゃんと開いてくれるようになるっていうのが出ていましたので、これもね、参考にしていただけますと幸いです。はい。最後、選択肢のカードも見ていきましょう。うん。こちらのカードです。ブレッシングスっていうカードで、Cをお選びいただいた方のカードでした。はい。このカード、まあ、祝福というカードですね。うん。が出ているんですが、まずね、まあ何かこう祝福を受けられるような出来事を起こしていった方がいいということですね。うん。周りの人からおめでとうと言ってもらえるような何かこう結果を出していくとか、成果を上げていくとか、まあ自分を変えていくとか、何かをこうやり通すとかやり抜くとかね。うん、そういったこう、よく頑張ったねとかね、おめでとうとかね、すごいねとかね、なんかそういう祝福とか賞賛を受けられるような自分にしていくっていうことがすごく大事なようです。うん。あるいは、自分自身でもね、何かをこうやり遂げた、目標を立ててそれを達成したのであれば、自分おめでとう、自分よくやったねっていうことで、まあ、例えばたまにのご褒美でね、自分に何かこう贅沢をさせてあげるとかもいいと思うので、とにかくね、こう祝福を受けられるような状況にしていけば、あなた様の周りがね、自然とこれ開花していって、うん、自分から追いかけなくても幸せの方からこれやってくると。うん、いう状態を作り出せるようになっていくっていうのが出ているので、だからまずはこう祝福を受けられるようなね、うん、自分になっていくとか、自分の状況にしていくっていうことが、今のあなた様にとっては大事なことのようですので、なんかこう、おめでとうと言ってもらえるようなね、まあ結果とかを出したら、それこそお相手の方からも、こう、なんか祝福を受けられるようにもなっていくのかなとも思うので、うん、そこをね、今目指していかれるのがすごく大事かなとも思います。はい。では、最後、ということで、最後ですね、この C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではリクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね。まあ、YouTube ではなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ
配信でもですね、リアルタイムでその場でいろんなテーマを占わせていただいているほか、ライブ配信をしているのはですね、オンラインサロンのみとなっておりましたので、まあ普段ね、YouTube で話さないことも話しながら、ざっくばらんにわきあいあいと盛り上がらせていただいているんですが、そうやってライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね、解説したコンテンツでもお届けしているので、こちらも動画の下の概要欄に詳細記しておりますが、現在ね、無料でお試しいただける期間も設けているので、ぜひね、チェックしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。